将軍山駅は、北海道上川郡東馬町北西2区にあった、北海道旅客鉄道赤北本線の駅である。駅番号は A36。2020年3月14日、改正時点では、普通列車のうち、折り4本、上り6本が停車していた。1977年の将軍山仮上降場と、周囲約500メートル750メートル範囲、 上が、上川方面。右に飛行70メートルほどの高さの将軍山がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成駅近くの3名から。1888年に、トンデン兵の入職にあたって、長山武四郎陸軍少将、トンデン兵本部長が、当地のアイヌの案内で登り、 入植地を決めたという逸話による三名である。一面一線の単式ホームを持つ地上駅。ホーム上は滑り止め工事がなされていた。旭川駅管理の無人駅だった。ホームから離れた位置に待合室があった。自動券売機の設置はなかった。待合室入り口の反対側に簡易和式トイレが設置されていた。1日の平均乗降人員は、 以下の通りである、農村風景の中にポツンとある駅、田畑と数軒の農家があるのみ。JR 北海道新聞記事将軍参加り上皇上に関するカテゴリありがとうございます。